プロランナーの川内優輝が公式 X を更新し、ネット上で寄せられた自身への抽象コメントに反応した。画像、まさに秋田美人、世界が惚れる、バドミントン界のアイドル、志田千春を厳選ショットでお届け。発端は女子マラソンの補欠問題、だ。現地8月11日に行われたパリ五輪。陸上女子マラソンはシファン発散・ハ散オランダ。 が2時間22分55秒の五輪新記録で優勝日本勢は鈴木優花が2時間24分2秒の自己ベストで6位入賞を果たし東京五輪8位の市山麻央は51位でレースを終えた一方でもう一人の代表選手だった日本記録保持者の前田穂波は右大腿骨疲労骨折のため無念の欠場を余儀なくされた 日本陸上連盟がレース前日の10日に急遽発表。チーム、コーチ、選手と話し合い、この状態でマラソンに出場することは今後の選手生命にも関わる重大な問題であるため、と説明し、前田が本番に向けて調整練習を行っていたこともあり、陸連は8月2日に補欠を解除。補欠登録だった細田愛との入れ替えは行われなかった。 やがて陸連の対応をめぐって批判的なコメントが殺到する。それを受けて仙台は X で、元補欠としては今回のニュースを見て、マラソンの補欠という制度についていろいろと思うところはあります。陸連のリリースで、発表しなくても良い日付や経過をしっかりと発表したことは誠実な対応だと思います。と記載。その上で、陸上競技ではリレーとマラソン以外で補欠は設定していません。 また、JOC、日本オリンピック委員会、が競技団体ごとに派遣枠を設定しているため、派遣枠を使ってしまう補欠を現地に連れて行けないのです、とつづった。他にも、マラソンの補欠解除日をギリギリまで遅らせる場合には、マラソンの補欠は自費で飛行機と選手村の外のホテルを確保して調整を進めなければなりません。なぜなら JOC から競技団体に割り振られた派遣枠の関係で、 補欠もコーチも選手村入村のための ID パスが発行されないからです。陸連が費用をけ散った、みたいなコメントが多数見受けられますが、この派遣枠、ID パス、とアイテム支給の問題も今後の補欠問題を考える上では重要です。など、試験を明かした。そんな中、川内はネット上の関連記事に対しても自らの意見を補足として書き込んだ。すると、何様のつもりか 今度ののの陸連の手先にでもなったのか、といった言葉を含む心ないメッセージが投稿された。川内はその全文を掲載しながら、ヤフコメで補欠問題について補足のコメントをしていたら、陸連の手先、認定されてしまいました、と知るし、何様のつもり、と言われますが、元パリ五輪マラソン日本代表補欠、なんですけどね、と呆れた様子で返答した。 これにはフォロワーからも非難の声が上がった。あなたが正しいです。誹謗中傷がひどいですね。こういう人こそ何様なんだろう。本件について一番実情を語る資格のあるお方でしょうよ。根本的に間違ってますね。など、川内を支持する声が続々。